おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。私ですね、花粉症です。なんかね、どこのシーズンかわかんないですけど、もう鼻がねズル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 している。今日は私鼻声だと思うんですけど、ズル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 してますね、気づいたらね。だから外出るときにポケットティッシュがカサカサないんですよ。あ、ちなみにね、なんかね、不名誉なことに私のね、あだ名もティッシュ !EX 界です。というわけで、今回は合体モンスター出ましたね。誰だっけみたいになってますけど、皆さん。ちょっと、なんだっけみたいな。あ、いたな、こんなの、みたいな。なかなか出てこないっすね。動画で使う人もあんまいないし。まあ、こちらのチャンネルはね、似た性質のね、やつがコウモリがいるんでね。というわけで、キメラ三大合体、ウルトラキメイラ！ウルトラキメイラになったぞ。ニワトリ。いや、ストーリーとかでもさ、合体モンスターが敵として出てきたり、PV として出ることってないじゃないですか。そのせいなのか、まあ、とにかくマイナーなところに入りますね、ウルトラキメイラ。まあ、性質としましては、グレートドラキーとすごく似てます。氷属性の攻撃と、低い攻撃と高い賢さ。で、高い回避率。もう全部言っちゃいましたね。打撃耐性。まあ、グレートドラキー打撃弱点というね、なんか悲しい名誉を背負ってましたけど。ちゃんとこっちはね、2の合体モンスターらしく、打撃は弱いわけじゃないです。何が起こってんの？あーってことはないから。まあで、回避率もね、グレートラッキーと同じくらいあるんでね。まあ、そこまでめちゃくちゃ食らうわけではない。うん、そうだね。オッケー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 。ね、グレートラッキー大変だったからね。あいつでもまあでも心臓魔は倒せるんで、理論上こいつでも倒せるのかなっていう感じですよね。おいいねー。今日はね、もうピロピロ受けていきますから。トリスハンターが合体してんでね、ぴょん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 受けていきますよ。はい、オッケー、余裕あんね。ちょっと、じゃあ、お前、B 技見してみろよ。グレートラッキーと同じような技だからね。なんで合体モンスターにはこういう効率界はこういうことなんだろう。行くぜー、ネゴって、球場かーブリーザーのタイム、俺行くぜ。んやっぱり弱いな。オフェンス面はね、グレートラッキーと同じです。弱いです。ぶっちゃけ言うとめちゃくちゃ弱いんだけど、オフェンス面。避けるモンスター、あと賢さが高いんでね、やっぱり賢さが高いタイプなんで、うわあ。ま、弱点もね、グレートラキーと似てるからね。2のグレートラキーって言っても別に性能にね、あはは。大丈夫、いやー、グレンドネビラがあるからね。そんなね、1回戦で負けるような合体モンスター僕聞いたことありません。1回戦でね、負けるようなグレート合体モンスター聞いたことないっすよ。誰だったっけな、もう名前も、もうそんなやついたら名前思い出せないですもん。1回戦で負けるようなやつね、なんかね、そんなやついたらね、名前も思い出せないんじゃないかなと思うんですよ。いくぜー、先生ツイラム攻撃、いくぜ、せーの、はい、うん、もう一発、あ、もう一発だよ。これ外したらえらいことになるぞ。大丈夫か。そして、ついばむ攻撃、オッケーオッケーオッケー。うん、よかったよかった、うん、よかったよかった、うん。もうどっかの悪魔もみたいな、よかった。はてさて。あれなんか動画で使ったことあるような奴らが出てきたんだけど。まあ、だから言っちゃえば本当に、言うことないんだよね。グレートドラキーがもうクソ雑魚だったとすれば、こいつは雑魚っていうレベル。でも愛で補えると思うんですよ。ただ、問題はですよ。おー、いいね。こいつを愛で使うかどうか。一人だけ僕が見てきた失踪した実況者の中で、失踪してるね、うん、してるね、その中では一応見たことありますね、ウルトラキメイラ。なぜかウルトラキメイラに相当な愛着を持ってて。おー、でも本当に避けんね、いいやん。ちゃんと今日はね、やる気見せて。確かに目がね、もう目がカッて開いてるもんな。しても、シューティングスターとツイバムも変わらんな。そして、ツイバム攻撃、行くぜ、せーの、はい、プテラノドンと同じことしょんな、お前。技構成だけ見りゃさ、プテラノドンと全くやってること一緒なんだわ、お前。ツイバムだからね。なんでこの鳥系のやつってさ、賢さ高いのにさ、もう。なんかないの、ウルトラキメイラってなんか呪文なかったの。あんまり僕、ろくの知識ないんすよ、実は。周回とか、ナンバリング周回よくしてるってよく言いますけど、6は唯一周回してないですよ、11と。11と6は周回していない作品なんで、ちょっとこいつの知識はあんまないです。てか、ウルトラキメイラって誰みたいなレベルなんですよ、僕も。
普通なんかキメーラぐらいは知ってるけど、ウルトラキメーラってどこのドイツなんだろう。まあまあさすがに負けはないんで。お、いいね、必殺ブリザードダイブ突進。うわぁ、あれあるわけがね。あー、早いね、さすが。いくぜ、冷気戻って急降下ブリザードで、せーの、はい。よかったよかった。なんかね、ちょこちょこ不安になる、君を見てると。あ、ちょ待って待って待って、続かない。おい、この動画終わりそう。なんかこの動画が終わっちゃいそうなんやけど。いや、あの動画終わっちゃうやんか。それはもう、間違いなくね。空に向かって、信号操作ー、あれーちょっと、それそうなるでしょうが。でも今日はね、ウルトラキメラの回避率がすごく高いんでね。あとは、せっかくね、こんな似た性質のやついるんだから、行ってみよう。いやいや、行かないよ。うわ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 。グレートドルキン勝てたって言うんだったら、そう、2で出てきたかと思いますが、負けるわけねえじゃんね。いや、無謀がすぎる。あれ、グレートドルキンでさ、確かさ、このチャレンジした時って何日かかったんだっけ。何日かかかる上で、さらに、なんか、理想行動を引きずるけるんでしょ。いや、でも、まあ、ある意味ね、もう、アップデートしたもんだ。グレートドルキンアップデートして新登場。ついばみ行け、オーラ行くぜ。おお、あれ結構出てんじゃん。あれグレートドルキンと比べてみたら多分、あれ意外となんかこっちの方が強いんじゃないか。やっぱ、ツーって感じがあるな。うん、ちゃんと出てるもん。シューティングスタイル出てんじゃねえかな。さあ、まずメラゾーマが飛んできました。あはは、やばい、サイコキャノン。このターンはね、グレートドルキンはサイコキャノンを引かなきゃいけない。でも、ツーのね、合体モンスターの威厳注文見せてるから。ああえおやおや、え、お、あ、え、おや、え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 、おっと、相手の攻撃、え、いや、え、グレートドラキーって2ターンで死ぬことなかった。3ターンだったんだよね。だからグレートドラキーで、死ね、死ね、グレドラ以下。え、グレートドラキーより弱いの、こいつ。え、あなた弱かったの。オーケー、オーケー、上がった。そんな理由だってならね、先輩と後輩で、ゾーマに挑もうじゃないの。いや、正直さ、2ターンで爆速で死んでいくと思わなかったしな、俺も、ウルトラキメラが。動画の尺がもう10分未満レベルだと思うよ、多分。もう分かった分かった。エキストラマッチや。さあ、共通点を持つね、2体がね、合わさり合いました、いよいよ。そうね。かなり共通点多いからね。まあ、賢さの高い鳥。もう全く賢さ生きてないからね。ねえ。君たちの賢さをもうちょっと力に振ってくんねえから、まずは先輩学。天狗から星が降り注ぐ、シュー、天狗さん、イェーイ。まあ、まずね、まずはね、お遊びと。まずはちょっとね。今度はね、さ、命中率 99%、シューティングさ、俺行くぜ !395。400いかないじゃん、やっぱりお前。あ、ウルトラキメラがオフェンス面はちょっと勝ってんのか。いや、むしろオフェンス、あはは、揃いも揃って。ね、揃いも揃ってさ、一密から始まるんで、なんだろう、お前ら。お前ら、先輩がミスしたから俺も、みたいなさ。やめー、やめなー。うわー、やばい、え、やばい。まとめて、焼き鳥になる。大丈夫か、え、どっちが食らうか、おい、どっちが食らう、足引っ張っとんねや、俺。うわー、ウルトラキメイラの方があかんみたいやな、どうやら。ちょ、え、待って、ちょっと待ってって。延命して、頼む。わー早くも瀕死です。早くもね。というか、そもそもなんですけど、ゾーマ相手に、この鳥にてっちゅうのが間違ってる。これは2ちゃんの嘘でも書いたけどさ、賢さ高いからって有利なわけじゃねえんだぞ。賢さ高かったから呪文がね、対して強くなるわけじゃねえんだぞ、言っとくが。ゾーマの賢さいくつだと思ってんだよ。450だぞ。ほんま。もう。なんだったら、ウルトラキメラなんてもう、なこれは、ダサく、え、くらい入れます、あの、さ、あの、お蔵入りにします。ちょっと、ひどいっすよ、ちょっと。これは見れたもんじゃないっすよ、ちょっと。あの、あまりにもさ、ただでさ、ガッターモンスター勇気たばりづらいでさ、それ 2P でやってもさ、こんなポコポコ外して、その、とどめボーダーすら耐えてねえんじゃねえかみたいな。え、あ、まあ、ここは大丈夫か、そうか。俺間違えたの忘れた。
自分でも忘れてんじゃねえかよ、マジバシャの。おい、大丈夫ねえ。え、なんかさ、ただただ無能な鳥2体が集合してるだけなんだけど、このままだと。なんかプラチナキングの方がまだ強く見えてきたんだけど。オッケーオッケー、ここはマジバシといたもんね。よかったもんね。オッケーオッケー、マジバで合ってるもんね。うん。1ターンで早くも半分が削られてるんですけど、3ターン目に SP 使うのはちょっと早計が過ぎるんで、まあ、奇跡を起こしてください。はい。でも、グレートドキーはすでにね、もうすでに勝ったんで、何日かかけてるけど。めちゃくちゃ何日かかけたような気がするけど、君のおかげで。おーい来たー、シューティングスター来たー。ちゃんと先輩のイケメンを見せていく。あれ？グレドラの方が強い？もしかしてこれ。いや、もしかしなくてもこれグレドラの方が強い？なんかそんな気がしてきたんの。あ、え、おい、ウルトラキメイラもしかして、お前、めっちゃ足引っ張ってる？もしかして。え、グレドラの方が強い？うー、まだだ、んー、まだだ、まだ負けてないけど、次さえ待ってて。あれ、あれ、なんかあんまり変わんない。あれ、なんか、あんまり変わらないような。わっおぉ、まだ、いや、待て待て、まだ負けてない。まだ負けないっす。ウルトラキメイラ。ウルトラとグレイトなんですよ。グレートンってついてるやつに6のやつが、え、あ、良ければいいよ。ここ、こういう時に25番の回数が一気をするってわけですよ。いくぜ、ふぅー、オッケー、オッケーだけど、オッケーなんだけどさ。これね、正直 SP 使ってもどうしようもないと思うんだわ。イテハ、うん、そう、イテハとかあるターンなんですよ。このターンって、イテハ食べるとか普通にあるターンなんで、で、勇気貯めるかっていうと、イテハ貯める、まあ、イテハ貯めるマヒャドとか、だから、あー、俺が今話してる時に、割と積んでる？もしかしてもう。いや、まだ積んでない。まだ、まだまだ終わってない。まだ負けてないっす。いや、まだ負けてない。5ターン目までなんか延命頑張ってしてもらって、光の玉ね、使ってもよかったんだけど、イテツカ波動されたら全てが終わるし、イテツカ波動じゃなかったとしたら攻撃のタクが来るし、あれ？貯める。おう、ほう、ほう。まず貯める。メラゾーマ回避。次に、次何？でもこれさ、天使でもダメだ。あー、おお、あるねー。ありますね、これ。これワンチャンありますよ。もしかしなくてもワンチャンありますよ。これ。天使。奇跡魔法も、奇跡も魔法もあるんだよ。これありますね。ゾマの行動って、5ターン目にイテツカ波動が存在する可能性あるんですけど、1回しか攻撃しないんですよ、性質上。つまり、イテツカ波動を先に引いてしまうってことですね。攻撃と、おー、やるねー、これはいい、グレドラ。攻撃と、補助ターンがはっきりしてるんで、先手でイテツカ波動を引いたらおしまいです、このゲームは。ここでなんと 25% の引きを見せていく。4ターン目によ、ね、25秒よく引いた。さあ、ここを当てて勇気回収できれば。いけー！よし！さあ、先手でイテツカ波動を引いたらおしまいです、このゲームは。先手でイテツカ波動を引いたらおしまいです、このゲームは。ある、え、え、え、ない、え、あ、え、え、避けても、でも、とどめ打てない。え、あ、え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 、よ、とりあえず避けようか。勝負あり。まあ、無理だとは思ってたよ、俺も。そうですよね。無理っすよね。